腕立て伏せは誰もが知っているトレーニングですが、正しいフォームでできる人は意外と少ないです。よく腕立て伏せをしても大胸筋ではなく腕や肩の方がきつくなってしまうというコメントをいただくので、この動画では大胸筋にしっかり効かせるために大事なポイントや正しいフォームについて解説していきます。まず腕立て伏せでは主に大胸筋、上腕三頭筋、三角筋の3つの筋肉を使いますが、上腕三頭筋や三角筋の方ばかりきつくなってしまう方は2つのパターンのフォームになってしまっている場合が多いです。1つ目は肘を横に開いているパターンです。肘を横に曲げてしまうと大胸筋ではなく肩の方に刺激が入ってしまうので大胸筋をうまく使うことができません。また肘を90度近く横に開くフォームでは肩関節に対して大きな負担がかかるので怪我につながる可能性が非常に高くなります。このようなフォームになっている場合は少し脇を締めて45度くらいの位置に肘が向くフォームで行っていきましょう。逆に脇を締めすぎてしまうフォームでは刺激が上腕三頭筋の方に入ってしまうので大胸筋を鍛えたい場合は脇の締めすぎにも注意して行うようにしていきましょう。2つ目は肩甲骨を使えていないパターンです。大胸筋を効果的に鍛えるためには大胸筋をしっかりストレッチさせてから収縮する必要があります。肩甲骨を使えていないフォームでは体を下ろした時に大胸筋があまりストレッチされないので大胸筋に入る刺激が少なくなってしまいます。下がる時は肩甲骨を寄せる動きを意識して、上がる時は肩甲骨を外に開いて大胸筋を収縮させるようにしましょう。次は先ほど解説したポイントを押さえた正しい腕立て伏せのフォームについて解説していきます。まずは手幅についてです。姿勢を伸ばした状態で肘を曲げて脇を45度くらい開きます。この幅が大胸筋に効かせやすい腕立て伏せの手幅になります。手を置く位置は横から見た時に肩のラインについて、腹筋とお尻に力を入れて体をまっすぐに保ちます。目線は真下ではなく少し斜め前を見るようにしましょう。この体勢が腕立て伏せのスタートポジションになります。ここから先ほど解説した肘を横に開かないことと肩甲骨を寄せる動きを意識しながら体を下ろしていきます。下がるときに肩がすくみやすいのですくまないようにも注意しましょう。胸が床につくギリギリのところまで下がったら、今度は肩甲骨を外に開きながら体を持ち上げます。腕は最後まで伸ばしきるようにしましょう。筋力不足でフォームを意識するのが難しい場合は膝をついたり壁に寄りかかるようにして行うのがおすすめです。以上が腕立て伏せの正しいフォームと大事なポイントについての解説になります。最初の頃は正しいフォームを意識しても大胸筋に対してうまく効かせていくのは難しいと思いますが、継続しているうちに少しずつうまくトレーニングができるようになっていくので頑張っていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。ではでは。